んな奴は俺以外にいるか。大佐の命令だ。彼女の助けを得てエネルギー源を見つけなければな。かなりの重荷だよ。お前が彼女を見てるんだ。彼女の仕事だ。よし、行くぞ。機密文書によると村へは近くのトンネルを通って行けるわ。行くぞ。おい、虫けらどもは見たか。でかいネバネバした虫けらどもだ。見たぜ。この惑星の生物は全部クソだ。どうかな。バカでかくて死体にむさぼりつく生き物も自然の大事な一部かもしれないぜ。いや、撤回する。クソだわ。見てみ、全体が廃墟みたい。そう思ってたんだけど、スキャンしたら何かが動いたの。解析によるとヘルガストの重火器はペトルサイトという鉱物を使うみたいよ。非常に不安定な鉱物で鉱石は青色に光るわ。あの膨大な量を隠すのは無理でしょう。それをエネルギーで補充して破壊のために貯めてるわ。そんなのでも足りたくないね。確かにな。この惑星は圧巻だわ。宇宙の半分の電力を賄ってたのね。ビサリが戦争の道具に変えてしまうまでは。じゃあ敵のプランをめちゃくちゃにしてやるか。どうやら偵察部隊がなんとか通信チャンネルを開いたみたい。でも変ね、電源を入れる途中で止まってる。ここにいて調べ続けてくれ。ガーザとナックがここに残る。セブと俺は偵察部隊を探してくる。また俺たちが子守か。よし、リフトに乗るぞ。ってのはこの先のはずだ。さあ、ドアロックがかかってる。電力は通っているが操作できない。これは遠隔操作だ。セブン、ケーブルをたどっていくぞ。ベラスケス軍曹、端末によるとアンテナ操作室までのルートが塞がれてるわ。しかも解除方法は不明よ。おそらく別の場所から開かれたのね。よし、了解した。探しに行く。ケーブルはこっちだ。ついてこい。おたおたすんな。まだ生きている奴がいるかもしれん。偵察隊をヒグスどもから救出しなければ。探すぞ。何か見つけたぞ。見てみろ。血だ。このドアの向こうに何かを引きずっていったようだな。準備いいか。援護しろ。死亡。スタスタだ。隊長はここにはおらん。あいつらが監禁してるのかもな。捜索を続ける。ええ、了解よ。あの扉を開ける方法があるはずだ。
たっぷり礼を返させてもらおうぜ。それが唯一こいつらへの供養だな。返しにつけ。おい見ろ。光るキャニッサーを見つけたぞ。おそらくポトルサイトよ。揮発性だから気をつけて。
アンテナのところにいる。もうすぐ起動できる。まだかよ。痒くなってきたぜ。ないときゃいいだろ。そっちができ次第つなぐ。操作盤が壊れてるようだ。アンテナをサポートする。操作盤を手動でサポート。お、俺がエゴさん。
奴ら逃げるぞ。何か動いてるぞ。